10月1日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。さらに、アレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。ロシア、プーチン大統領が予備役を動員する大統領令に署名。 安倍晋三元総理大臣、国葬儀。高橋治之東京オリンピック元理事、3回目の逮捕。日本維新の会、設立10年。岸田総理、弔問外交、各国の首脳と会談。新ロシア派、住民投票、開票終了、賛成が反対を上回ると主張。日中国交正常化から50年。 アメリカ太平洋島し国首脳会議初開催。こういったニュースを取り上げました。さて今週の聞きどころ。9月29日木曜日に日本経済新聞コメンテーター、秋田博之さんと取り上げた、新ロシア派支配のウクライナ4州、プーチン大統領へロシアへの併合正式申請というニュースです。秋田さんがロシアと国境を接しているジョージアに取材して分かった驚くべき現状について伺いました。 それでは今週のプレイバック新ロシア派支配のウクライナ4州プーチン大統領へロシアへの併合正式申請ロシアのタス通信によりますと新ロシア派が支配するウクライナの東南部計4つの地域でロシア編入への賛否を問う カッコ書きの住民投票、まあ、住民投票とされる行動、まあ、この開票とされるものが終了しまして最終的な集計結果が発表されたということです、えー、いずれも賛成が大多数を占めたというふうに言っておりまして親、えー、ロシア派のトップらはプーチン大統領に併合を正式に申請したということですでこれに対しウクライナ政府は住民投票は茶番劇だとしてその正当性を否定しております まあこれアメリカのブリンケン国務長官ももう併合なんかしたらああ制裁も追加制裁も実さないぞと、えー、いうことでいやこんな無茶苦茶よくやりますねあの実は私今月の上旬に旧グルジア、まあ、ジョージアと言いますねロシアと国境を戦している旧ソ連の首都のトビリシに出張してきたんですねでジョージアはロシアにウクライナ よりも早2008年にえ進行されてで今でも国土の20%がえーまさに今、彼らがロシアがやっているようにえ住民投票を行われてロシア主導でそして事実上、独立している。 しているる地域があるわけですね南オセチアとアブハジアと、はい、いうんですけど、はいでまあ、その国境にもちょっと行ってみたんですが<ー>何が起きてるかというとよほどジョージアは反ロシア的になっていると思って出かけてったんですが、はいえー、その2008年から今に至る間にロシアにに融和的な方向に今変わってきてきまそれなぜかというともう2割も国土を取られて、うんうん、長期戦になると諦めちゃうんですよね。はい やはり、これ以上ロシアと抵抗しても、えー、危ないと、でしかも NATO に入っていれば、NATO が守ってくれますけど、グルジア、ジョージアは入っていませんから、あ<ー><そ>一国で対処してる。一国で,で、ロシアはそういう、まあ、彼らから見た成功体験だと思ってるんでしょうね。あ<ー>えもう今はこう反発してるけれど、このようにして国土の一部を、はい、え住民投票という偽物の、えー、投票によってでも、 取ってしまえばいずれまあ格闘技で言えばタップするだろうとあジョージアがそうだったじゃないかとうーん同じことをウクライナでもやろうとしてるんだと思うんですよ、ね、<ー>でさらにはまあ短期的にはこの心配なのは支配した地域はもうロシアだということになりますから、はい、多分動員 徴兵動員の対象にもなると思うんですよ、<あ>この地域に住んでいる人たちは。そもそもウクライナの人たちであったにもかかわらず、もうロシア国籍になっちゃったわけですからね。というふうに彼らは言って主張して、だからこう一部、ヘルソン州なんかでは、はい、えもうその国外に移動するのを制限してるとかっていう話もあるので、そうすると、ウクライナ人を動員して、ウクライナで戦わせるっていうような、そういうことも狙ってるんじゃないでしょうかね、支配地域を維持するために。 ロシアにしちゃえば、ロシアの部分動員の対象になりますからね。なるほど、ええ、ロシア側の意図としては、はい、それで同州打ちをさせる、お前たち打てるのかっていうふうにウクライナに突きつけると本当にそういう意味で、単にこの面積を奪う以上に、ある意味では悪質、深刻な行為だと思いますウクライナの戦意の部分をそごうとする。はい、ごうと,すると でさらにはまあよく言われますようにここはロシアの一部にもなったという解釈ですから、はい、ここが攻められれば、えー、核兵器の報復ということも国土がしあのすごく深刻な脅威を受けた時は核によって報復するということをロシアは軍事戦略上定めていますから、はい、その対象地域になっちゃったということも 彼らは言いたいたんでしょうねあ単に領土拡張を狙うというよりもそっちの部分の面積を取るだけではなくて、うん、面積取るだけであれば、うん、そこにウクライナが入ってって取り返したら、うん、またあのゼロになるわけですがやっぱ心配なのはもう動員をかけてロシア軍の兵士としてここに住んでるウクライナ人をウクライナ人、はい 軍に対して、戦わせるっていう。ことが心配ですね。一国であれだけ、まあ、彼らにとった強大な国と。対応するっていうのは、それだけ難しいってことなんですか。そうですね。 やはり私も今回、えー、ジョージアが極めて反ロシア的な急先鋒の国であるというふうに思ってそういうような視点から記事を書けないかと思って出かけていったんですが、はい、蓋を開けてみたら、えー、全く逆の方向に進んでいるというのは、うん、ある意味でこう、えー、驚きましたただ考えてみれば当然でジョージアは日本と違ってアメリカが守ってくれるという保証ないわけですよね。うん、でずっっととに入りたいと言ってきた のにはいだに入れないわけですね、うん、そうなるとやはり今から10年前までは新欧米政権サーカシビリ政権という政権が続いていましたが、はい、やっぱり NATO に入れてくれないんだったら諦めちゃうっていうかですね、うん、まあ折り合うしかないなっていうふうに思う裏返すと日本はやっぱり日米同盟があるおかげで、うん、今こうやって、うん、あの普通に国としてやってるっていうことだと思います。はい これでも現場に行かないと分かんないこと本当に驚きましたけど考えてみればそうなりますねロシアの意図としてはウクライナもそうしたいと狙っている今のところはウクライナ側は士気も高いし全部取り返すんだぞということで反転攻勢してますよね。世論調査ででも9割以上すか がえー、と自分たちは勝つと信じているという人たちが大体も9割以上だし、はい、あくまでも戦うんだということで、えー、もちろんウクライナはそういうふうにはなっていないわけですが、うんえー、西側の支援が息切れしてきて、はい、そのロシアがずっとこの占領地域を併合したままの状態が仮に今、ジョージアは14年経ちましたけれども<ー>14年後にそういう状態が続いたときには。 えそうなってしまう危険もあると思うんですよね、うあの人情としては。そうすると、今回のこの括弧、まあ、書きのこの、ね、住民投票と称されるようなものに移ってきたっていう、これあのそれこそ日系でも指揮者の方々への、ねはい、インタビューもありますけどその中で広瀬陽子さんが、これは長期間の兆しなんだと、うんだまあ、まさにそのジョージアの例を取ると、はい、10年以上のスパンというのをロシア見てるかもしれないもう絶対見てると思うんですよね。はい、ロシアから見ると、まあ ロシアは、プラン A は、本当にウクライナ全土を新ロシア化するということを考えているし、まだそれも諦めてないと思いますけど、まずはジョージア化するということを考えてるんじゃないでしょうか、十数年かけて、西側もパイプライン壊れましたね、ガーシパイプライン、欧州、そうすると、欧州もいずれ息切れするだろうと。 支援を、はい、で当時で2008年にはブッシュ政権がジョージアを全面支援したわけですね。だけど今ジョージア全面支援という機運はあまりないじゃないですか。えー、かロシアから見ると、まあ、長い目で見ればうまくプラン B としてジョージア的なそのウクライナをジョージア化するというプラン B という視点から言うと、えー、決してあの失敗しているとは思ってないんじゃないでしょうか。は でそうするとこうまあ、NATO であったりとか G7 であったりとか西側諸国としてはこれ支援を途切らすとか息切れさすっていうのが一番まずいしななんいう絶対にダメだと思いますねえー、ジョージアとウクライナでそれがうまくいってしまったらロシアは国境は超えないかもしれませんけれども政治的な軍事的な圧力によって次はバルト三国とかホーランドとか、はい、えー、そういったところに、えー、逆らっても 無理なんだから優馬的になりなさいっていう圧力を強めていくでしょうし、うんうん、それがうまくいくと勘違いいししてしまいますよね、うん、絶対だからウクライナで、まあ、この飛び石で私国際会議に出たんですけれども、はい、欧米のロシアの専門家が大勢集まって、はい、あとまあ軍事専門家ですね議論していましたがそこはもういろんな議論がありましたけれども、うん、絶対にウクライナについては、えー、支援を息切れさせてはいけないということはみんな強い 意識を持ってて議論してましまた、うん、あさらに言えばそれをじゃあこう他の権威主義的な国がどう見ているか、はい、そうですね中国,中国とかですね、うんえー、中国もまさに経済ロシアはは,あのはっきり言えばこういう脅迫によって、うん。 相手を屈服させるということをやろうとしているわけですけれども中国の場合は、えー、爆弾をを落落ととすすすだけではななくてお金を落とす能力がありますからねなるほど、えー、あのそこはより中国の方が、えー、能力が高いっていいますか我々から見るとそ、えー、うんという気をつけなきゃいけないその、えー、どんどん中国の影響が強まっていくということもうんあの考えなきゃいけないと思います。う この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。 モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史『月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。 詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック「創立96年道徳で人と社会を幸せに」「公益財団法人モラロジー道徳教育財団」「ケーコージーアップ週末増刊号」。 日本放送アナウンサーの新庸市課がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号。 今回はアイマスクをつけてボールの音と声のコミュニケーションで行う5人制サッカー、ブラインドサッカーの話題です。先週、日本ブラインドサッカー協会が新しく作ったブラインドサッカー初のトップリーグ、リーガーアイ2022第3節の取材に、福祉エンタープライズスミダフィールドへ私行ってまいりました。リーガーアイというのは、日本ブラインドサッカー協会が新しく作ったブラインドサッカー初のトップリーグでして、 今までは全国を4つのエリアに分けた地域リーグを開催して各エリア上位のチームがクラブチーム選手権に出場してクラブチームの日本一を決めるという体制だったんですが今回地域リーグとトップリーグの2リーグ制に変更したんですよね。 今年度、日本ブラインドサッカー協会に登録しているブラインドサッカーのチームは31チームあるんですが、まあ、チームによってその活動目的や理念は違ってきますので、それぞれのチームが開催目的から出場するリーグを選択できるようにしたということです。 競技力の高さのみではなくって、組織運営力ですとか、競技普及活動への注力度合いなど、まあ、いろんな観点から、パペレシアル品川、埼玉 t ウィングスフリーバードメジロ台、ブエンカ完備を横浜の4チームが、えー、トップリーグに出場することが決定しまして、4チームが総当たりで全3節にわたって試合を行いました。その最終節、第3節の取材に私行ってきたんですね。 D が I、初代王者が決まる瞬間、目撃してきました。あの、すごく最初いいお天気だったんですけれど、第2試合途中で雨が降ってきて、その後はちょっと降ったりやんだりを繰り返す不安定なお天気だったんですが、そんな中、熱戦が繰り広げられました。 日本ブラインドサッカー協会の発表によりますと、この日の観客数は410人え。メインピッチの他にテントがいくつかありまして、体験コーナーもありましたね。あと、ハーフタイムショーではチアガールも登場したりと、とっても華やかでした。そんなリーガーイ、初代王者には、 埼玉ティーウィングスが輝きました、えー、埼玉ティーウィングスはこの日ですね武園完備を横浜と対戦しまして、えー、この試合引き分け以上で優勝というゲームでした開始3分で菊島空選手が先制点を決めて後半6分で加藤健人選手が追加点をさらに決めて2対0で勝利と菊島空選手の豪快なドリブル他の相手選手にこう囲まれていても突破していくんですよねもう男子選手に負けないアグ

そんな菊島選手のコメントをお聞きください1説2説って2点ずつ取ってたので本当は今回ももう1点取りたかったんですけどでもまあ5点取れて良かったなって思いますやっぱり観客がいないとあの点取った時のわーとかがあると本当に自分も自分で決めた場合嬉しくなるし気が上がってどんどんいいプレーいいプレーができているのといないのでちょっと違うなって思います え、菊島空選手は現在二十歳の選手なんですけれども、あのコメントを聞きいただいて伝わったかもしれませんが、もうピッチの外に出ると、あの、いつもニコニコしていて、明るくその場をこう和ませる選手なんですよね。え、埼玉 t ウィングスの選手に取材したところですね、まあ、今回の勝因について、今年の4月にチームで、 フェンスを購入して練習したことだということでしたあのブラインドサッカーはフットサルと同じサイズのピッチでプレーをするんですけれどもその両サイドサイドラインに高さ1メートルのフェンスを設置するんですねで、そのフェンスでの攻防ボールの奪い合いって本当に激しくって、えー、埼玉ティーウィングスそのフェンスがなかった頃はフェンスがある想定で練習していたということなんですけれども、えー、購入したことで壁沿いでの競り合い、まあ、試合を想定した練習 練習がががよりでできてここれがチーム力の向上につながったんじゃいいかということうした今回開催されたブラインドサッカー初のトップリーグリーガー I 開催目的の柱3つありました1つ目が日本代表チームクラブチームの強化に資すること工業性の高い大会を開催することクラブチームおよびブラインドサッカーの組織を高めることの3つだったんですよね。でパラスポーツの大会は 無料の大会が多いんですけれどもブラインドサッカー協会はこのリーガーアイ以前からチケットの一部を有料化していましたそのお金を払ってパラスポーツを観戦する文化を作ろうという思いがあったんですよねでそのあたりについて日本ブラインドサッカー協会の専務理事兼事務局長の松崎英吾さんにお話を伺いました。私自身もそうですけどチケット払っていて 人に話したくなるモチベーションになったりだとか、周りの人にブラインサッカーってこうだったよということが、あの無料招待も、まあもちろんその効果はあると思うんですけど、やっぱり一歩こう距離が近づくというか、そういう効果があのパラスポーツにおけるチケッティングの僕本質じゃないかなと思ってます。なので、あの収益的に貢献していくことももちろん狙ってはいるんですけれど、それ以上に500円でも1000円でも今まで払わなくてもパラスポーツで見るもんだったよねっていうところから、払いながら応援していく、応援していく中で実は気づいたら、 隣にもいたはずなのに、今まで見えてなかった障害者が見えてくるみたいな形で、あのいわゆる共生社会、我々でいうとマザリア社会というところに、より貢献できるんではないかなというふうには思います。 このリーガー取材して選手のお客さんに楽しんでほしいっていう思いや使命感を感じたんですよねあの埼玉テ T ウィングスのキャプテンの加藤健人選手が最初このリーガーに参戦するの不安だったんですよねたくさんの方々が会場に足を運んでお金を払って見に来てくれるブラインドサッカーやそのブラインドサッカーの試合の価値見せるだけのプレーをしなくちゃいけないと思ったので、まあ、それを最初 チームに確認したんですよね。それでもやるということだったのでやって良かったなと思ってますとこうおっしゃっていました。競技力の向上というのももちろんなんですけれどもそこにプラスしてお客さんに面白い試合をお届けしたいというこう選手のモチベーションもともともちろんあの持っていた部分はあると思うんですけどさらに一段高まったように感じました。えこれからリーガーイをきっかけに選手そしてチームまた軍団成長するんじゃないかなとも思いますしリーガーイが 来年再来年とどう発展していってさらにその輪が広がっていくのかというのも楽しみだなと感じましたさあそれでは続いてこれからのニュースの予定を紹介します10月2日日曜日イギリス保守党大会開催ブラジル大統領選競馬外戦門賞10月3日月曜日臨時国会招集9月の日銀短観発表 若田光一さんが登場する宇宙船クルードラゴン5号機打ち上げ。ノーベル医学生理学賞発表。10月4日火曜日、定例閣議。岸田内閣発足から1年。ノーベル物理学賞発表。10月5日水曜日、OPEC プラス閣僚級会合を開催。第52回米州気候総会開催。ノーベル科学賞発表。 10月6日木曜日、ノーベル文学賞発表。10月7日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。8月の景気動向指数、家計調査発表。9月のアメリカ雇用統計発表。10月8日土曜日、プロ野球クライマックスシリーズファーストステージ開幕。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。 10月3日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。4日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。5日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。6日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。7日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の下校 G アップ、ぜひお聞きください。 この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの須田信一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんですオッケーコージーアップ週末増刊号 道徳って何だろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。 日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。ジャーナリストの須田慎一郎です。 この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は、霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。モーガンさんは長年にわたって日本の歴史を研究されていて、今回の対談では日本国憲法の改正をテーマにお話を伺っていきたいと思います。えー、今回は日本国憲法の制定とその背景についてです。 まずモーガンさんは、えー、日本の憲法をどのように捉えているんでしょうかそうですね正直なところ私の国の政府が負けた国に対して押し付けた、うん、まあ不平等条約といいますか、うん、あの永遠まで続く、えー、と幸福条というふうに、ん、まあ捉えておりますし、うん、あのまあとにかく日本の主権を奪うために、ええ、日本が永遠までアメリカ政府の属国 ええ、であり続けるためにあの押し付けたものではないか、うん、と考えております。うん、あの今の話話伺ってね、はい、アメリカの方から「永遠の幸福状」っていう言葉を聞いてちょっと私ちょっと今ショックを受けてるんですけれどもそういった捉え方ってのはどうなんですかねアメリカ国内で一般的なんですか 思いますけれども、うん、あの江崎道夫先生がいつもおっしゃっている<ー>アメリカは一枚岩ではないと、うん、でささがワ、まあ、シントンがアメリカを代表しますが世界の舞台ででもやはり、えー、場所によっていろんな考え方がありますし、うん、私どもは南部の人間で、うんえー、変な話私たちも、まあ、連邦政府に戦争でけたことがございます。はい そういう意識が多分背景にありまして、うん、あの日本に来て初めて23年前ですけれども、えー、まあとにかく日本って非常にいい国が第一印象で、えー、でそれが一切変わらない今まで23年がかけて、うん、この国ではいろんないい経験ができましていろんないい人に出会えましてなぜ私の国の政府が 80年前にあんなにこの国を嫌っていたかと、うん、あと何と言いますか同じ政府に対して戦争で負けたことがありますしまあ、えー、その同感と言いますかシンパシーが多分自然にあると、うん、私の心の中で今あの取り掛かっている課題ですけれども、うん、もっとアメリカの中では、まあ、日本の 立場もっと理解してくれるようあの、まあ、努力しておりますけれども、うん、やっぱり壁が高いですねその戦争の経験がありまして<え>それがあの非常に高いハードルですけれども、うん、あのともするとね私たち日本人はその国内にいて、はいえー、その国内の視点でですね、はい、この日本国憲法と捉えてしまうんですが、はい、外の側から見たこの日本の憲法、はい、あるいはアメリカ側から見たこの日本国憲法のですね、はい、この特徴 どういういところにってでしょうか特徴というのはもしあの私がアメリカ人ということをちょっと一時あのさ、ー、ておいて観客的に見ると、うん、多分毒の国人が日本国憲法があの制定された背景は、うん、まあ特別と言いますか、はい、ちょっと公平性が欠けているっていう、うん、多分認めてくれると。 思いますしまあ戦争で負けて<ー>でその後、まあと重治郎とかそのような日本の中からの方が<ー>まあこの憲法はいいと言っている人はいるんですけれども<ー>あの再び原爆投下しますぞという明らかな威嚇もありますし、はいはい、そういった中憲法が出来上がったちょっとおかしいと多分客観的に思っている人は<ー>多い と思いますけれどもやっぱり国内国外の問題ではなくてもっとこう一般に考えれば、うん、日本国憲法はちょっと。 変だと。はい、でその中でねその一致性っていうところを考えてみると、はい、あのやはり世界の国の中にはですね、はいまあ、立憲君主制の、ねはい、国戦、はい、だったエリザベス女王が亡くなった、はいはい、イギリスなんかに代表される、はいまあ、そういった意味で言うと日本というのもそういう立憲君主制の国に数えられると思うんですが。はいはい この天皇の、そういった中での天皇の存在っていうのは、はい、これどうなんでしょうかね。やっぱり特殊でしょうか。特殊ですね。本当に特殊です。あの、日本に来て、日本に来る前に、まあ、ちょっと天皇陛下、皇室に興味があったんですけれども、えー、日本に来て、少しずつ天皇とは何か、皇室とは何かと少しずつ、うん、あの、分かるようになりまして、えー、本当に私も心から、 皇室天皇を愛するようになりまして、うん、本当におっしゃるとおりです。で今おっしゃったエリザベス女王のことですけれども重要なポイントだと思います、うん、あの立憲君主制が非常に大事なポイントで、うん、アメリカの英語で言うコンスティトューションというのは実は二つの意味があると最近分かったんですけれども、うん、一つの意味はアメリカとフランスとか革命の中に 誕生した国が全く新しい体制を作るためにコンスティューションがありましてしかし一方イギリスと日本とかの場合コンスティューションってほとんど書いていないコンスティューションそれは国体と思いますイギリスの場合も日本の場合も定義のできない うん、まあ、ずっと昔から来ている、まあ、伝統もありますし、うん、やり方、考え方。まあ、一般常識、うん、それを合わせて考えると、それは国体。うん、定義して書いてはできないし、まあ、でも、誰でもわかるような存在ではい、はい。まあ、国のありようですよね。国のありようです。うん、おっしゃる通りです。で、あの、私が研究している人、あの末広伊豆太郎が、うん、あの戦前。 ミノダムネキという人とよく議論したんですけれども、うん、国体を巡ってミノダムネキは明記したたかったです国体、うん、でも名義はできないと思いましてそれが日本の特徴だと思います、うん、イギリスみたいにずっと前から本当神話時代から今まで流れてきている存在で、うん、それは紙一枚ではちょっと。 枠組みとしては足りないということが私の考え方です。うそうするとちょっとよ話が、ね、横に取れるかもしれませんけれども、はいはい、アメリカとかフランスにはそういった国体という考え方、はいはい、国のありようという考え方ってのはないんですか。はい、あるいは契約なんですか。それも重要なポイントです。ありがとうございます。あのアメリカとフランスの場合、戦前加藤博之っていうあのまあ名落者。 その日本のあの,学者ですあの人が国体と政体は違うといつも言ってたんですけれども、うん、アメリカとフランスの場合体体が国体だとと勘違いいしててると私はそう思っておりま,す、うん、まあ政治のあり方が全て神でいる憲法合衆国憲法がイコールアメリカでも本当にアメリカに行きますと あの先生も行かれたことあると思いますけれどもちょっとちょっと違うと場所によって違いますしいろんな憲法の下にいろんな文化がちょっと埋められていますしまだまだ生きてるっていう存在でアメリカイコール合衆国憲法とかちょっと言えないですしアメリカとフランスとか革命から出た国はやっぱり生体が国体だと。 ちょっとと勘違いしている日本の場合も実はその同じような現象ができていて、うん、それが今の問題です。国体が見えなくなっていて、うん、日本国憲法しか見えなくて、うん、でもその下の日本が、うん、もう文化が豊富ですし、うん、非常に大切な存在でそれを改めてあの掘り出したいと思っております。 あのーまあ、ある意味ね日本では憲法改正の議論っていうのが、はいえー、かなりね盛り上がってきてるんですけれども、はいあのー、確かにね、えー、改正が必要だと思われるところであるとか問題点でいうのはあるんですけども、はい、あの例えば9条なんかがそうだと思うんですけどね、はいはい、それでもこの日本国民は、はい、その 日本国憲法、戦後の日本国憲法を受け入れて、はい、で、多くの人たちを,こを大事にしようっていうこの気持ちが出てきた、はい。はい。これについてはどう思われますかそうですね。これはまた大きな話が始まっちゃうんですけれども、ね、あの、まあ、多分この後お話しするかと思いますけれども、War g u i l ン Information Program という、うん、まあ、それは正直にただ、あの、氷山の一角に過ぎなくて、 まあまあ戦前から多分戦争をかけて戦後もちろんですけれどもアメリカっていう国は日本の精神レベルでは解体したいと多分思っていて文明そのものを絶滅させることが多分あの目的だったと思いますし今の日本国憲法とか特に窮条とか何かっていうとあのアメリカの国内その連邦政府のやり方を見なければ多分 理解できないいと思いますし、うん、その連邦政府がワシントン DC から発足してアメリカンネイティブアメリカンを、まあ、次から次へ絶滅しようとして、はい、または収容所の中に入れて、うん、その文化実態を、まあ、もういらないと、うん、捨ててほしいと、はい、でそのプロセスがずっと繰り返してハワイまで行ってでその後日本まで来て、うん、全く同じような考え方、うん、この 古臭いまあ封建的な、うんはい、昔のこう天皇という、うん、今のこうモダンに全く合っていないものはもういらないと、うん、それが多分ワシントン DC のレベラルの一般的な考え方で、うん、でそれが見事にあの成功しました日本では、うん、今の国民と話しますと、まあ、大体同じような昔の日本は怖くて暗くて、うん、まあ 群衆主義とか、ね、それを再び蘇ってほしくないとかと、うん、そのような自分の国の過去に対するの捉え方があまりにもおきちんとに一致していて、うん、やっぱり精神的な解体はちょっと大成功したと思っております。進、うんうん、んでしまったと。はい。まああのー、今日はね、いん非常に大きな第回目の対談はですね。はい、枠組みでお話を伺ってきたんですけども。はい ただいろいろなことがちょっと見えてきましてね、はい、やはりじゃあアメリカはえ日本のどこをそれ、何を壊そうとしたのか、戦前はやっぱりこう見える形だった国体、国のありよう、はい、やはりここに対してアメリカは非常に嫌悪感を持った、はい、これを壊そうとしたその一つの装置が日本国憲法だったのかなと。おっしゃる通りです たただそれは全面的に成成功功したかとというと、まあ、一部成功しさっき、えー、モンガーガンさんが言われたようにおっしゃられたようにですね、はい、あの日本国,国民は戦前の日本に対して非常にネガティブな感情を持ったという点では、はい、そのアメリカのリベラルな人たちのもたくらみもくらみは成功したのかなと思うけども、はい、ただとはいってもやっぱりその国体は今に誰も脈々と生きているという状況を になってるんだろうなと思いますけど、ね。おしゃべり通りです。はい、えー、えー、今月はですね、麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソンモンガーガンさんにお話を伺っています。まあ、次回もですね、えー、この話の続きを伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。OK! <music> コージーアップ、週末増刊号。 オッケーコージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます安倍さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします今月は9020東日本旅客鉄道 JR 東日本を注目銘柄に取り上げてみます皆様こんにちは株式投資で夢と安心そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の阿部です先月3日の放送では金融政策をめぐり株式市場に存在する4つの相場サイクルを紹介させていただき足元の局面が逆金融相場でありその後到来する可能性がある 逆業績相場と合わせて株安につながりやすい点に注意が必要と解説させていただきました米国ではダウ平均が放送前日9月2日の終わり値3万13 1318.44ドルから今月27日には安値2万8958.22ドルまで2300ドルを超える下落となっておりますがこれでダウ平均は1月の年初来高値 36, ドルからの下落率が20%を超え直近1年間の高値からの下落率が20%以上になると弱気相場入りという株式市場の定義からすればいよいよ弱気相場入りした可能性があります日経平均の直近1年間の高値は昨年9月の高値3万とび795.78円で 足元までの下落率は15%程度ですので、日本市場はまだ弱気相場入りとはなっておりませんが、米国の調整が長引くようであれば、当然影響は避けられませんので、引き続きリスク管理を徹底したいところです。このような弱気相場の展開では、生活必需品やインフラ関連などのディフェンシブ銘柄が好まれる傾向があります。そこで今月は90、9020、 東日本旅客鉄道 JR 東日本を注目銘柄に取り上げてみます鉄道最大手であり首都圏や東日本が地盤となります JR といえば鉄道などの運輸事業を想像される方が多いと思いますが流通サービス事業や不動産ホテル事業など多角事業に強みがあります特にに賃貸不動産においては 新体不動産の含み益が約1.6兆円もあります。足元で事業環境も好転しつつあります。9月22日に岸田総理が全国旅行割とイベント割を10月11日から開始すると発表したほか、26日には松野官房長官が新型コロナウイルスの水際対策について G7 並みの円滑な入国が可能となるさらなる緩和を同じく10月11日から行うと正式発表。これを受けて直近の円安効果もあり、海外からの渡航者も増えることに期待がかかるのと同時に、リオープニング、経済再開に伴う動きから、鉄道や航空、レジャーやホテル、外食産業などの業種が恩恵を受けそうです。また政府は、鉄道運賃を 時間帯によって変えるダイナミックプライシングの導入を検討しており実現すれば混雑緩和や鉄道会社のコスト削減が期待できますね中長期では株式市場でも注目度の高い次世代テクノロジーであるメタバース空飛ぶ車への取り組みにも注目ですメタバース分野では3月に世界初のメタバースステーションバーチャル秋葉ワールドをオープンし リアルとバーチャルの融合を図る第一歩として NTT ドコモと連携した取り組みを開始していますリアルとバーチャルの融合を加速させリアルの駅空間とバーチャル空間との顧客の往来を活性化クライアントにバーチャル上での広告展開と販売機会の提供を行います例えばリアル空間で出向した駅広告が バーチャル空間でよりダイナミックに表現されたり、バーチャル空間で購入した商品がリアル空間でシームレスに受け取れるなど、同社だからこそ実現できる新しい日常の創造を目指します。空飛ぶ車分野では、7月に空飛ぶ車社会需要性向上に向けたイベントを開催。現在、世界的にも関心が高まり、各国で機体開発や制度の検討などが進む、 空飛ぶ車について、同社では、駅を起点とした空飛ぶ車の活用について検討を行っておりますので、首都圏を中心とした強固なインフラを活用して、消費も広がることになりそうです。株価も見ていきましょう。昨年の11月以降、長く7500円の抵抗ラインを抜くことができませんでしたが、今月ようやく突破してきました。 長い調整局面を経た相場は需給が改善されています。まずは直近9月につけた高値7777 77円を突破できれば、昨年の高値8626円も視野に入ってくると思われます。ただし冒頭にも話した通り、高止まりするインフレが続く中、日本を除いた主要各国は利上げのピッチを早めています。 株式市場は10月も荒れることが想定されますので、売買のタイミングには注意をしていく必要性がありそうです。今回の10月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、 リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう「OK 工事イヤップ週末増刊号」アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。